はい、こんにちは。おばあちゃんにいる前はやってです。はい、今日はこちらですね。うん、海外版ベイブレードバーストのワイブルン W3 とパフニア F3 です。はい、こちらは先日行ってきましたアメリカのターゲットで購入してきたものですね、うん、こちらもですねプレゼント企画やってます、はい、ただこれはですね本日の23時59分59秒までなんで、うん、ぜひですね欲しいなと思った方は応募してくださいね。はい、実を言うとあんまり応募がありません。今回ちょっとね4つのキーワードっていうね新しいやり方を取ったんだけど、うん、これが良くなかったのかな、あんまり応募がないので。そうだね。なのでまあ欲しいなと思った方は狙い目です。はい、はい、じゃあ早速開けて遊んでいきましょう。はい、はい、ということでこちらがワイブルン W3 ツーグレイブトランスですね、うん、はい、じゃあセットしてみましょう。はい、いつも通りということでこちらがワイブロン W3 ですね、うん、日本でいうとこのトルネードワイバーンですね。そうだね。なんでこれほらくるくる回るようになってるでしょ、うん、くるくる、うん、そうだね。で、パーツ的にはほぼほぼ一緒なんだけど、うん、やっぱりあのワンロックになってますね。そうだね。で、日本と違うのは基本的にクリアのパーツがちょっとくすんでる。そうだね。あとは塗装されてるってことかな、うん、あとはフレームに、ね、ラメが入ってるんだよね、うん、そのあたりはちょっと違うかもしれないですね。トランスはここをねじることでアタックとディフェンス変えられますね、うん、続いてこちらがファフニア F3 セブンメテオフリューゲルですね、うん、じゃあこれもセットしてみましょう。はい、あれよいしょ。はい、ということでこちらがファフニア F3 ですね、うん、これはドレインファブニーだね。そうだね、うん、なのでラバーになってるんだけどどうだろう、ちょっと日本のより硬いラバーかな。そうだね。なんとなくあんまりラバーって感じしないんだけどね、うん、そしてこれにはなんとフリューゲルが入ってましたね。そうだね。日本ではなんだっけ、日本ナッシング、ナッシング、ナッシングだよね、確かね、うん、ナッシングじゃなくてまたもやフリューゲルですね、うん、これは多分セット売り高いじゃないかな。あ、そっかそっか、改造セットみたいな感じだったかもしれないね、うん、単体ではナッシングじゃない、うん、対象してこちらが付属していたベイランチャーですね、うん、これは L と R 両方打てますね、うん、日本のベイランチャーはこうなんだけど形的にちょっと似てるね、うんうん、でドック解像の部分もここ一緒だからね、うん、日本の方はこんな感じで左右を切り替えるけど、うん、海外版の方はそしてここをスライドさせる、うん、あ、そこか、うん、それでまたドックで完了。あ、なるほどね。こうやって見比べると海外版の方がちょっと小さめなんだよね、うん、機能的には同じだったらこっちの方がいい気がするけど ね、 ね、まあシュート力の違いがどれだけあるかね、うん、はい、では早速こちらのベバケスタとあと人の手を返すあのスタジアムで対決していきましょう、うん、はい、はい、じゃあまず私はこちらのワイブロン W3 を使います。はい、僕はパフニア F3 を使います。はい、3、2、1、ゴーシャン。さあ、おっとオーバーフィニッシュ。3、2、1、ゴーシャン。あ、また3、2、1、ゴーシャン。おっと、これは最初にオーバーしたからまた負けだ、うん、じゃあ私はガルーダ G3 に変えます。はい、3、2、1、ゴーシャン。さあ、さっきとは違うんじゃないの。あ、でも吸収するかな、やっぱり。お、ガルーダ、こんなすげえ強かったから。おー、跳ねる。よし。そのまま吸収しきっちゃう。いい感じに当たってるけどね。バーストはなさそう。さあ。ちなみにあの、パフニアはあれだよね。うん、左回転ですね。そうそうそう。だから吸収できる。3、2、1。さっきとは全然違う対決なんだ、うん、ワイブロンあっという間にオーバーフィニッシュになっちゃったけど、こっちは長いね。長いね。もうラバーもちゃんと使えてんだね。だ、全然キンキンならないもんね。あ、ゴムがカン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 っていうかもう当たってる感じで、ね、うん、吸収してますよ。ノーガルバー、3、2、1。これ、うん、なんか寂しいな。こうカチカチするんだったらセンターのキンキン音が鳴ってほしいんだけど。そうだね。で、同じ軌道をしてるっていう。勝つのはどちらなのか。ガルーダ、グリフで回って、パフニアは吸収で回ってる。お、ガルーダ。あー、ガルーダ強いし。
はい、ではパフニア F3 に変えます。はい、僕はワールドレイク V2 要素がおかしいバージョンに変えます。はい、3、2、1、ゴー。疲れ、そして倒せ。さあ、おっと、うまいことオーバーしなかったけども、あら、あー、やっぱね、お、やっぱ吸収があるでしょう。うわ、光がだんだん、やばいやばい。さあ、これはやかったでしょう、バフニアでしょ。頑張れ頑張れ。あ、ドローだ、あ、ドロー。3、2、1。おっと、戻ってきた。でも勝ち。3、2、1。はい、では続いてこちらね、おなじみの人の手を返して勝利をつかむスタジアム、そう人の手スタジアムと呼びましょうか。はい、はい、こちらで対決していきましょう。うん、では私はワイブのダブルスリーに戻します。はい、僕はファフニア F3 に戻します。はい、3、2、1。こうして、はい、ちょっとパパの指にも当たっちゃったな。爪に思いっきりザーッと当たっちゃった。大丈夫？これ全然ダメじゃん。あれ、さっきと全然様子が違うんだけど。これが本当に様子が違うバージョン。あれ、さっきあっという間にさ、オーバーしてたのにさ、今回は全然当たりが弱いね。無理でしょ、届かないよ。はい、揺らすのやめてください。揺らすのは反則です。3、2、1。あら、やっぱりだ。あれ、なんでだろう。まあ、実際でも確かにこういう感じだよね、日本のプレーでもね。ブレインファブルとトレードアイボワンだったらこんな対決になりそうな気がするけど、さっきはたまたまかじゃない。そうだね、バケツだったらああいう結果になるのか。うーん、じゃあこんな感じ。じゃあダメよそれ揺れてるから。ああ、負けた。3、2、1。来い、あ、来ない、来い、来ないし、来ない、これじゃ人の手が返せない。残念、もっと激しい戦いを期待したのに。ドレンファミリーにバーストしたかったな。わー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 、これじゃダメだ。ありゃ、はい、あくび出ちゃったよパパ。じゃあ今度私はオダックス O2 に変えます。はい、3、2、1。さあ、暴れる暴れる。今回は暴れん坊、暴れん坊です。はい、来なかった。来い来い来い。暴れん坊だけダメだ。ドレインファブリーに完全に吸収されてる。こっち来い。あー、シュートして何回目でしょうか。ランチャー壊れてしまいました。ね、いやー、でもね、ベイランチャーでもこうなったりするんだよね。うん、なんだけど、この前やった時はちょっと治ったから、うん、同じ方法で治る気がするんだけど、多分中でね、絡まっちゃってるんだよね。そうだね。海外版の方はこの辺りもしかしたら作りが弱くてすぐこうなっちゃうのかもしれないですね。うん、ということで、シンクは急遽日本のベイランチャーで戦いますね。うん、はい、3、2、1。当然日本のもね、できるよね。なんか危ない、ちょっともっとこっちに飛ばして、こっちに飛ばして、あれ、こっちにダメだ、ほら吸収されちゃってるから当たりが弱いもん。ヘロヘロになってる。ヘロヘロだもんね。ヘロ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 。あら、ダメか。コロリン、3、2、1。あ、いいね、いいね、いい感じで来たけど、えい、えい、あー、イエーイ。じゃあ僕はバルトレイクで行きます。初代で行くの。うん、じゃあ私はファフニア F3 に変えます。はい、3、2、1。ちょっとこれが傾いちゃったけど、暴れちゃうね、こっちの方が。ヘイヤー、こっち来い、こっち、ダメだ。じゃあもっと押して、もっと押して。あ、やばい。ヘイヤー、よいしょー。3、2、1。お、いいね、いいね。はい、よし、わー、ワンダメ。あれ、
ワン。おお、いいね。はい、よし。わー、すごい。よし、おっしゃー。場外へ飛び降りましたっていう。はい、ということで今回は海外版ベイブレードバーストのバイブル W3 とバフォニア F3 シェイシャー。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクをお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。はい、それと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。はい、ということで最後はバフニアだったね。うん、はい、そんなわけで動画の最初に言ったんですけれどもこちらねプレゼント企画やってますので、欲しいなと思った方はぜひ応募してみてください。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバイ。 バイバイ。